おはようございます。こんばんは、バデューです。さあ、今日もウォーロボッツ皆さんと一緒に見ていきたいと思います。巷ではですね、ブラックフライデーセールを、あちこちでね、やってる真っ最中だね。敵の罠にはまってしまって、私結構今月散財をしてますね。えらいことになってるね。まあ、Apple Watch と、まあ、Apple Watch を使うために、iPhone もちょっと新調しているので、まあ、それでまあ、お金ちょっとね、20万円ぐらい使ってますけれど、まあそこはしょうがないね。まあそれ合わせてね、モバイルバッテリー買ったりとか、iWatch ってやっぱりね、24時間つけてないので、いつ電源切れるか分かんないからさ、モバイルバッテリー追加してみたりとか、バンドとかね、あとはフィルム貼ったりとかね、iPhone 用のフィルム貼ったりとか、ケース買ったりとか、まあそういう細々としたやつ、あと充電器も買ったかな、安かったんでね。っていうような感じで、まあ、ちょっと散財しました、うん、一方でね、今月っていうか今シーズンの、ウォールロボッツにはあんまり課金してないんですよ。先日ミュートを手に入れるために、まあ、飛車線ちょっと使ってますけれど、それ以外は、まあ、ほぼほぼね銀と au 金、の、境界に使う資源で、まあ、800M が 5,6,000 で売ってるケースってあるじゃない。あれを 2,3 回買ってるかな、2,3 回、もうちょっと買ってるかもしれない。でも合わせてね、今月ね、多分3万使ってないと思うんですね。ガチャとかは全然一切お金使ってないんだけれど、まあ大体強化オフで大体ね、毎月5万から6、7万ぐらい使ってるの、ロボットにね。で、さすがにさ、今月はそのブラックフライデーとかでさ、散財してることもあって、ちょっと少なめですね。なので今おちょこち2機入ってますけど、片側は中途半端な状態だしさ、まあ、いろんなところでいまいちな感じになってますけど、まあ、それでもちょっとあんまり運営側にお金落としたくないところもあって、まあ、そういう感じになってます。で今日は、まあ、そういうながらでもね、やっぱりちょっとセットアップ的にはかなり出来上がってる感じはありますんで、タイトル通りですね、シックスタイタンスレイヤー、夢のシックスタイタンスレイヤー、ただしほぼね。なんでほぼがついてるかっていうと、まあ正確には5タイタンスレイヤー&1アシストですね。最後まで削り込んだんだけど、最後の一撃が味方に切りパクされて、キル持ってかれちゃったんで、ほぼなんですね。でもね、なかなかさ、敵味方のバランスが悪かったのかっていうと、そうでもなくて、ある程度のさ、バランスが取れてる状態じゃないと、私自身がこのタイタンをやりに行くのに、同時にはさ、2機も3機もやれないからね、タイタンって。一機一機格好撃破するしかないので、そういうようなシチュエーションに恵まれないと、どんなに強くても6タイタンスレイヤーって、ね、起きないんですよ。だから非常に珍しいレアケースだと思います。っていうところを、まあ、ちょっと見ていきたいかな。で、味方の人たちが、まあ、言い方悪いけれど、ちょっともたもたして時間稼いでくれてた間に、私がこう、一個一個こうタイタンスレイヤー撃破していくのと、敵がこう、ワンサカと同時に出してこなくて、順番に出してくれてるとかさ、いろんなさ、この、まあ、たまたまなんですけどね、すべて運が重ならないと、まあ、起きない現象なので、まあ、ちょっと珍しいかなということで、今日は一本紹介させていただこうかなと思ってます。本当に珍しいと思いますね。でね、やったやつドイツだと思います。まあ大体みんな想像ついてると思いますけど、おちょこちなんかでね、6タイタンスレイヤー取れないですよ。こいつ。クイックサンドオフィオン。が、この子が、やったやつね。エリザベス・グリーンのこのセットアップね。ロードホックアーマーエキスパート、ドジャー、頑固なロードホックスパイ、デストロイヤー、強固なウォリアー。これは、まあ、私2機体制で言いますけど、両方同じですね。で、ケストレイルね、ケストレイルレベル12に、武器はダンパー2つのデシーバー1ですね。これね、ダンパー3つでもダメなんですね。デシーバー1入ってる方が全然火力出ますんで、これね、多分この組み合わせだとね、バグってんじゃねえかってちょっといつも疑いながらするぐらい、火力出ます。で、モジュールはニュークリダブルのラススタ1にシールドブレーカーを入れてますね。シールドブレーカー。っていうようなセットアップはもう何回も動画で紹介してるので皆さんご存知だと思いますけど、こいつがやりました。やっぱ強いんだよな、うん、おちょこちは我慢ができるけど、瞬発力はねこのオフィオンの方があるので、やっぱりねこのね、おちょこちにダンパーに使ってる人多いと思うんだけれど、それを外しててもいいので、一回ねオフィオンに使ってみてほしいなと思ってますね。
やっぱりやったのはこいつでしたというところなので、その一戦見ていきたいと思います。それではいきます。よろしくどうぞ。さあやっていこうか。バトルモードはビーコンラッシュだ。マップはファクトリーを引きました。初手はおちょこちで出ていきます。まあエース期待だね。中央に行けるかどうかはね味方次第なんだよな。まあ大概行くんだけど、まあ、あのオフヒョンがいるんだったら全然大丈夫だね。いや君のオフヒョンしっかりガードしてくれよ後ろから。そしてここを狙っていく。まずは君からだ。あーちょっとなんだ、誰が足を止めたよ。お前か、お前絶対やったな。すげえ削られてくるの、なんでこんなすげえ削られてくけど、なんでやお前。あーなんかさ、みんな後ろに下がっててさ、全然牽制してくれるやつがいなかったのか。いやーなんかね、味方の戦い方見て、あーまたこうやってさ、もうお前らがそうだったら俺もイモるからな。俺一人だけさ、期待消費するのはバカらしいっつうの。これも後ろに見ちゃう。もう前上がるのやめたって感じ。なんかね多いんだよなやっぱり。もうなんかさ味方もう誰か中入ったら自分中入らなくていいやって思う 人たちいるんだけど、あの1対3とかさ1対4で戦ってる時中入らなかったら絶対ダメだからさ、まあ、絶対ダメだからって言ったらまあまあ1対4だったら入ったらさ、もうそいつも死んじゃうからあれだけどさ、せめてね1対2になったらとかやっぱりさしっかり支援してくんねえと、なあそういういや誰かそこにヘイト向かってるから俺はいいやって下がってたらさ永久に勝てない。絶対あの体張ってるやつをどう生かしていくかっていう戦い方やっぱりしないとさ、こういう時かってさ横向いてるよ、これ横向いてるでしょ、このデヒーボス動かないじゃん。意味わかんない、見えてないわけじゃないと思うんだけど、見えてなかったら視野が狭いよね。まあちょっとケプリで今入っちゃダメだね。この子落ちたな、落ちたなっていうか、あのわざと試合放棄して抜けてるだろうこれ。もう初めからね、そのなんだろう、ベヒーモスにさ、プリズマ積んでる段階で、もうあれでしょう、もう、イモル気満々じゃん。いや、それでさ、まあ、上がれないんだったら上がれないにしても、いや、戦い方あるからね。それはもう、そりゃ、あの抜けるしかねえわな。こういう試合になった時に、その機体を使ってる段階で、一応横向いて戦ってんじゃん。なんだよ。ああ抜けってか下げな、抜けじゃねえなこいつ、下げてんなお前。さてはなんだ、ふたげたみたいな、こんなのあったんやねなんだよお前。あいつ絶対やるから、なんか足止められたな、止めるやつか、止める電波が出る。ゴッドライトをサビ毒でいただいて、あとはどうするか。何だあれは隠れてるんだな、ちょっと見えない、まあ、動き方からいくとあれだな、アングラだな、アングラ。あ、いいとこにいた。君のキルはいただきたいぞ。モーデンスはね中央は来ちゃダメよ。必ずねリス枠、リスかのどんなに前に上がっててもリス力枠っていう癖つけた方がいいよ。モーデンスねそれぐらいあんまり強くないので、リンク張らないとさ固くもなれないしね、あくまでもさ後ろから後方支援する機体なんで、そこらはちょっとやっぱりね調子こいちゃうと今みたいに負けちゃうね。今の環境はね、もうダンパーオフィオンが強いのでまあ持たないですよ。よし、そして君のラススタまでは持ってきてほしい。とにかくね、オフィオンはね誘導見かけたら優先的にやるので、誘導やっぱりね、あこうやって、ね、誘導見かけるじゃん、こうやってそっかいだったらもう絶対やるから、絶対やるもんになってるから。あ、なんだこれ。やれると思ってきたか。その判断はミステイクです。
のアンプがすげえ溜まっていたら、そしてやっていく。いや、前半は負けてたけど、ずいぶん押し返してきましたね。あっちでさ、体張ってる子がいるじゃない。ああいうのが助かってたよね。逆にああいう子がいるので、オフヒョンでさ、割と活躍できてもいいんですよ。君のとこボカン落としながら、足を止めていく。そして、君を切るをいただきたい。結局間に合ってね。よし、そして、あそこの、セラフもやりたい。ストライクいただいていく。ああ、コバテン君がこっそり狙ってきたね。君は許さないです。そこで顔出したらやるぞ。ああ、顔出したね。なんで顔出したの。そこもうちょっと我慢するとこだと思うんだけど、ないだろう。そしてまあまあまあ頑張ってビート出したらいいかもしれない。俺あのミュート持ってるから。そしてそこにミュート落としていく。これがね、ミュート持ちの強いところなんだよね。ああ、しかもイエンピしっかりかかってるな。逃げられないぞ。残念ながら。そして、切る。タイタンスリアいただいていく。タイタンスリア2つ目ね。よし。ああ、ちょっと足が止まるんだ。着地際にさ、時々足が固まることがある。この子走ってきた。リックスか。リックスじゃないな。あれか。ラバーだね。よし、そこに母艦を落として足を止めていく。今、ドスコイスタートだから、もう逃げられないだろう。よし、EMP しっかりかかってるんで、そして最後のキルは俺にください。よし、スリータイタンスレイヤーいただいていく。しっかり気になる。よし、そして、あ、いいね。貴様のところに母艦を落としていくぞ。よし、いい感じで EMP かかった。そして削り込んでいく。さあ、フォータイタンスレイヤーいただいていくぞ。ちょっと後ろ打つんじゃないよ。アシストになりやがった、あの野郎。じゃあ俺こっちはもうキルパックしていくぞ。早く弾切れなさい。味方の弾切れなさい。よしよし。そして後ろからしっかりと削り込んでいく。やばい、あの弾切れた。もうちょっと我慢しろ。もうちょっと伸びろ。よし。そしてよし、フォータイタンスレイヤーいただいていく。受けだね。フォータイタンスレイヤー1アシストがいる。いや、いい感じだぞ。あと一機いるのかいないのか分かんないけど、いや、ちょっとビーゴンゲージやばいね。それどこの騒ぎじゃなかったね。よし、そこからこの武器でさ、この射程もやばいよね。こんだけ離れててもさ、しっかり弾当たるからね。まずあそこの子をやりたい。よし。ああ、もう、義務義はかっこの餌だろ。よしよしよし。そして、毒でゴッドライクいただいていく。よし、これで味方のゲージがなくなることはなくなった。ああ、タイタン来たぞ。このタイタンは欲しい。このタイタンは超欲しい。よしよしよし。じゃあ、そんな勢いが削っていくんじゃない。よし、タイタン3はいただけた。これで5タイタン1アシストだね。ほぼ6タイタンスレイヤーいただいていく。ほぼだね。ははは、じゃねえつ。ジジです。いや、なかなかレアな映像撮れましたよ。なかなかレアな。いや、あのね、敵味方のバランス悪くてもね、6タイタンスレイヤーってなかなか撮れないので、まあ、6タイタンスレイヤー撮ってないけどね。ほぼ19キル2ビーコン4アシストですね。900万、まあナイス展開でした。まあ味方1抜けてるにしても、まあそれなりに均衡してないと、タイタンってさ、あのワンサーがまとめて出てきちゃうとさ、まあ大概一機二機ってこう順番にこう格好で撃破できないので、なかなか撮れない映像だと思いますね。味方がこう少しずつこう時間稼ぎながら順番に敵もタイタン出してくれてるっていうような特殊な条件下でできる内容なので、珍しい映像が撮れたと思います。いかがだったでしょうか。はい、ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録と高評価いただけますと励みになります。それじゃねー、またねー、じゃあねー。